仮面舞踏会のマスク姿のベネツィアのカーニバルドイツのボルファッハのカーニバルで仮面をつけた人々サンタクロスでテネリフェのカーニバルシャニク祭はもともとカトリックなど西方協会の文化圏で見られる通俗的な設置で四純説の前に行われる仮装したパレードが行われたり歌詞や花を投げる行事などが行われてきたことから現代では宗教的な背景のない単なる祝祭をも カーニバルと称することが多い。舎肉祭は各国で次のように呼ばれる。日本語でもカーニバルが使われることはあるが、多くは舎肉祭ではなく華やかなパレードの型のみを指して用いる。カーニバルの語源は俗螺天語カーニームレバーに由来する。もともとは、四純節が始まる灰の水曜日の前夜に開かれた肉に別れを告げる縁のことを指した。 ドイツ語のファストナハトなどもここに由来し、断食の前夜の意で、四巡節の断食の前に行われる祭りであることを意味する。別の説には、シャニ肉祭は、古い、ゲルマン人の春の到来を喜ぶ祭りに由来し、キリスト教の中に入って、一周環境界の内外で、羽目を外した祝祭を繰り返し、その最後に、自分たちの老石ぶりの責任を大きな、藁人形に転化して、 それをあぶりにして、祭りは閉幕するというのがその原初的な形であったという。カーニバルの語源は、この農耕祭で船を仮装したダシキャロスのバーリーズを由来とする説もあるが、断食の前という意味の方が古いという研究者もいる。長さは地域により異なるが、多くは一週間である。最終日は、ほとんどの場合火曜日であり、一部の地域では、この火曜日を、マルディグラ、 シュロブチューズデー、パンケーキデーなどと言い,い、パンケーキを食べる習慣がある。これは、四旬節に入る前に卵を残さないために生じた習慣でもある。シュロブチューズデーの名は、かつて社肉祭最終日すなわち灰の水曜日前日に、皆が告げ替えを行う習慣があったことに由来する。現在はその起源である、宗教的な姿を止めず、単なる年中行事や、 観光行事になっている地域も多い。特に、ブラジルのカーニバル時期に行われるサンバパレードからの連想で、ロンドンのノッティングヒルカーニバルや、東京の浅草サンバカーニバルのように、四旬節とは全く異なる時期に開催される、単なるサンバパレードをカーニバルと称することもある。シャニクサインに関して、各界の研究者から以下のような論が表されている。 仮面舞踏会のマスク姿のベネツィアのカーニバルサンフランシスコのカーニバルでのカリビアンスタイルのダンサー。ドイツでは主にラインラントからバイエルン、アウバウなどカトリックの多い地域で行われ、アラーフ、ヘラウ、東独特の挨拶を交わし、仮装して祝う。地方により、シャニク肉祭はファシング、ファスナハトなど呼び方が異なる。バラの月曜日には、 ケルンデュッセルドルフマインツアー編本で、バラの月曜日の行列が繰り出し、カメルという叫び声を上げる人々に向けて歌詞を投げる。他に、世界各地に、以下の通りカーニバルで有名な街が存在する。ありがとうございます。